クイズ。シンプル。今回は、はい、食材に関するクイズで、はい、はいはいはい、戦いたいと思います。なるほどね。いいね。今から我々の5人目小指くんが、はい、食材に関するクイズを作ってきてくれたので、はい、それに我々はチームに分かれて、はい、回答して、はい、正解できたらその食材がもらえます。でそのもらった食材だけでキャンプ料理を作ろうという。なるほど、なるほど。これようやく使うとき来たね。そう、ずっと今まであったけど使ってなかったよね。やりたかったんだよな、これ。あ、正解。そういうわけで正解来た。というわけで、はい、まあ、チームに分かれたいので、たまにはね、グッパーで決めましょう。あ、いいね。なるほど。せーの、グッドパーで分かれましょう。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 あー、勝った。おーい。あざっす。第1問。眼精疲労に効くビタミン A が多く含まれる中央アジア原産のセリ科人参属の2年バカめ。中央アジアでしょ。ごぼう。よし、よし、最後まで行こう。最後まで行こう。最後まで行こう。焦った焦った。俺今人参で行こうかと思ったけど、そう、眼精疲労ビタミン A、 A、 でも人参属。せーのでいくか。はい、いくよ。せーの、人参。うわー、引っ掛け問題だよ。人参やないかい。よかったよかったよかった。第2問、はい、日本では明治時代初期から栽培され、生活習慣病予防に効くルチン、疲労回復に効くアスパラギン酸が。びっくりした、また同じ。またまた。アスパラガス。おら、アスパラギン酸。アスパラギン酸はアスパラガスってのは僕が知ってた。あ、そうなんだ。やだー、やだー、ナイス。これはナイス、これはナイス。アスパラギン酸。よし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 。第3問目、はい、中国の料理人が初めて作り、その後マルコポーロが持ち帰ったことでイタリアに広まったとされる筒状の短いパスタは何でしょう。マカロニ。筒状のやっぱやつと言ったらマカロニだからね。これでもう茹でて、はいはい、人で、はい、できますね。これでいける。はい、いけるいけるいける。第4問、紀元前6000年から3500年頃に誕生し、人類が作った最古の発酵食品と言われるカルシウム。え、教えて。チーズ。ダダー、ナイス。よっしゃ、これはでかい。これはでかい。これはもう全部もらう。これはでかい。絶対あれだけにする。え、カルシウムで上がったの。いや、最古の発酵食品だ。あー、すごい。納豆かと思った。私ヨーグルトかと思った。あー、確かに。第5問、はい、当時はマリー・アントワネットが舞踏会などで髪飾りとして身につけていたが、冷涼な気候でも丈夫に育つことからヨーロッパ全土に広がったナス科ナス属の多年草の野菜は何でしょう。ナス。違うでしょ。なんでナス科のナスって言ったじゃん。ナスつけねえよここに。ズッキーニ。いやー、ダメか。キュウリ。パプリカ。あ、色をつけていったんだけど。正解はジャガイモです。イエーイ。あんな身につけるか。ジャガイモの花かな。なるほど、そういうこと。あいつってナスかナス族なんだ。いや、それ知らなかった。ジャガイモかジャガイモ族じゃないの。じゃんけんで。そうですね。じゃあペテさん、いきます。はい、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。第6問、はい、犬にとって有害とされる有機チオリュネギ。焦ったな、焦ったな。犬にとって有害とされる有機チオ硫化化合物が多く含まれるヒガンバナ科ネギ属の多年草の野菜は何でしょう。え、あ、もう分かった分かっちゃった。くっそ、やらかした。玉ねぎ。やーっ
でかい。いただきました。焦った焦った。いいっすね、すごいいいライン。めっちゃいい。そう、完璧なんだって。向こう食材まずい。よしアスパラとジャガイモ食わせる。まずい。第7問、胃袋が4つあり。これはあれだよ。うん、いや、どっちだろう。え、気持ち悪くない。胃袋、俺は前者だと思った。胃袋やつキモいよね。臓器めっちゃあるじゃん。強そうだよね。一個刺されても大丈夫。いや、それいや、それ間違いない間違いない。いい戦略。牛肉。まあ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 しょうがない、まあ、まあまあしょうがない。これはリスク取りましたんで。胃袋が4つあり、1日の睡眠時間はわずか3時間程度の動物から取れる母乳は何でしょう。牛乳。これ塚田さんと予想してたんですよね。牛乳か牛肉かで考えて、牛乳って答えて不正解だった場合、相手に牛肉取られちゃうけど、牛肉って答えて不正解だった場合、相手に牛乳取られるのは別にいいかなって思って。なるほどね。まあまあ確かにそれどうすんのってなってくるからね。牛乳嫌いだし。そう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 。牛肉取られるリスクでかすぎた。そうそう。最初ヤギミルクって答えた。ヤギミルク。第8問。日本には縄文時代に中国から朝鮮半島を経由して伝わり、今現在世界で年間約8億トン生産されている炭水化物を。米。よっしゃ。稲作っていうのが始まった起源を話したのかなって思った。第9問、はい、南アメリカアンデス山脈高原地帯原産のナスカ、ナス属の植物で、名前の由来は膨らむ果実を意味する。全然わかんない。トマト。素晴らしい。すごいわ。なんで。すごい。これアンデス山脈原産っていうのはちょっと知ってます。さすが佐藤くん。パスタ作りに行ってるやん。ね、俺は本当にパプッタ。パプッタ。パプッタ。一応最後まで読むと、アンデスは違う。膨らむ果実を意味するトマトゥルから来ている野菜は。あ、危なかった。危なかった。第10問、中国発祥のチャーメンを日本風にアレンジ。もうもうそれしか。いけラーメン。焦ったな。バカどもめ、バカどもめ。チャーメンラーメンはシンプルすぎるでしょうか。中国発祥のチャーメンを日本風にアレンジしたことで広く浸透した8月8日に記念日が制定されている麺料理は何でしょう。え？え？あ、違う、あれだ。あ、それ8月8日天才か君は。だからこれを答えていいのかどうか問題を一回冷静に考えた方がいいな。ああ、司さん。焼きそば。よし、すごい、つかさまじで。なんで分かったの。8月8日が、うん、焼きそばでしょ。あー、もじってんだ。あり得る、まあ、なるほど。ちょ、ありちょ、ありちょ、ババ姉様だろう。第11問、はい、はい、約24種類の鳴き声を使い分け、とても勇敢で賢くコミュニティを形成しながら生活するが、散歩歩けば忘れる。そっちだよ。卵。うん、結構深くまで来たね。あー、マジ？そっち行った。鶏肉。しゃー、これはでかい。今の行けないわ。やってー、いただきました。これはいいわ。ポジティブに考えれば苦手だし。苦手なもの多い。苦手なもの多い。縛りが多いんだよ。そうなんだよね、シンプルに。第12問、日本において室町時代から本格的に食べられるようになり、主にシイやクヌギ、コナラ、ミズナ、カシといった広葉樹の枯葉や倒木に発生する食材は何でしょう。これざっくり攻めるのはありですか、怪しいところ。でも、もう分かんないんでいきますよ。オッケー。キノコ。あー、食べられるようになり、主にシイやクヌギ、コナラ、水菜、菓子といった
広葉樹の枯れ木や倒木に発生する食材は何でしょう。そっちにヒント出たさ、今ヒント出たじゃん。なんせ1回目なのに。椎茸。あー、あー、あー、あらいよ。これはやられた、やられた。1回目でヒント出すのやめよう。第13問。はい。生活の 31% を探索や餌を探すことに使い、 21% は穴掘り、 14% は散歩、 6% は横たわるとされている。野生のイノシシを長い年月をかけて飼育し、家畜。豚肉。すごい、ナイス。鶏肉プラス豚肉。豚ホルンが、豚ホルンだね。動物系も行くしかない。いただきました。鶏肉、豚肉、これはでかい、肉セット。もう向こういらんくない。いや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 、そういうのじゃないじゃん。あと2問です。あと2問。まずい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 。第14問。古代中国北部で栽培されていたカブの仲間がチンゲンサイの仲間と交雑して生まれたとされるアブラナ科アブラナ属の野菜は何でしょう。アブラナ科アブラナ科だ。長えな。あ、ほうれん草。 あれ違かったか。俺もそう思った、うん、じゃあそっちか。白菜。よし、鍋といえば白菜。よし、めっちゃめっちゃ手に入る。めっちゃ手に入る。白菜いらないな、このラインナップ。このラインナップ、いやいや、肉欲しいな。肉欲しい、肉欲しい。最後の問題です。はい。第15問。15世紀にコロンブスがスペインに持ち帰ったことでヨーロッパに広まったとされ、シミ予防や美白に効果があるビタミン C を多く含む辛みのない大型の唐辛子は何でしょう。あー、ごめん、押しちゃった。押したら答えてください。じゃあ行きます。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ行きます。じゃあ行きますが書いてない。じゃあじゃあじゃあ、何言って、何言ってよ。パイナップル。やはりパプリカ。そっちか、そっちじゃなかったか。色は緑。ちょっと早かったか、そっちの方が。ナンバーワン、ほうれん草。バカだ。せーのでか、せーの、ピーマン。よし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 。いらねえし、いらないし、やったー。まあ、そう、得意じゃないからな。なんだこのラインナップ。以上ですね。以上でした。じゃあお互いに、はい、作っていきましょうか。はい、オッケー。調味料とかは使っていいと。そう、使っていいよ。そうですね、全然誰もなんもないからな。やろう。オッケー、やろうか。よし。ポニキ、まさか我々、焼きそば完成。はいよ。塩焼きそばなんでね。うわー、塩焼きそば食いてぇ。うわー、うまそう。待ってねー。どうします、つかずさん。ダメですよ。塩焼きそば完成です。やばー。あー、いただきます。じゃあ僕もいただきます。また味見でね。うまいわ。待ってよ、こっちもうまいぞ。やった、バカうまくね。いや、うまいんだよね。あれ、なにこれ。これで、夜の給食乗り越えられる。乗り越えられる。本当にこれ。牛乳とご飯と、あと調味料で、あとバターとか調味料で、いけるいける、香りだけで、うん、厨房みたいなとこ行ってさ、ちょっと貸してもらっていいですかって、こう料理しないといけないじゃん。そう、そこ重要。ま、まるでチーズだよね。こっちにはチーズありますけど。そうなんですよね。いける野菜ですよ、ね、いらないよね。はい、完成。見た目はちょっとあれかもしれないけど、多分味は大丈夫だ。ああ、いいと思うよ。ほら、タヌちゃん、これ食べて元気に学校行ってらっしゃい。あの、あれが、キノコが多めがいいです。シイタケ。わがままを言わないの。見てこれ、ほら。ああ、これ確かに弁当だわ。いい、食べて。いいよ、食べて。いただきます。はい。うん、どうすか。うまい。やったー。じゃがいもは人間が食える限界。完成ですかね。おー、太陽のトマトマカロニパスタ。はい、いいね。うわ、チーズえぐい。これはえぐい。やばいやばい。いいな。いいな。うめえ。いいな。トマ
マトと鶏肉とマカロニ、玉ねぎ。肉。肉いいのマカロニ。三分の2当たったら負けってこと？それか一回でもいいったら一回でもいいんじゃないの？うん、じゃあ一回負けたら食べる。負けたら食べる。負けたら一個食べる。大丈夫。いくよ、せーの、集中集中、ほい。あっち向いて、ほいほい。いただきます。どうだい？うんうんうん、もうちょっと柔らかい方がいい気がする。というわけで、はいはい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでした？よかった。よかったですね。美味しかったね。うん、まあ結果は、はい、はい、僕たちの勝ちですかね。そうですかね、これは、まあ、まず正解数が僕ら勝ってるからね。いろんなに負けました。負けました。またクイズで戦いましょう。そうしよう、はい。